はい、こんにちは。ん？マーガリ何やってんの？さっき午前中にうちの友達とかが来て、この、ここにハサ掛けしてあったもみを脱穀する作業をしとりました。で、脱穀機っていうのがこれです。で、この中にこんな感じで刃があって、で、こいつを回すとほらほら、こうやって回る仕組みになってます。でも出来上がってしまったので、やり終わってしまったので、まあ構造だけで、ここぐるぐる回ってて、そう、足踏み脱穀機の電動になったバージョン、ここにモーターがあって、で、ここから出てきます。あ、まだ米が残ってる。んで、さっきね、ここに、まあ、いっぱい鶏が集まってますよね。そりゃ米がばらまかれれば鶏は出てきますね。で、量なんですけど、この袋にこう2つ。あれ？あ、出てきた。2つ、ちょっと、こんな感じで、できました。これこんな感じで、で、結構藁が入っているので、これをまあ精米したら、精米っていうかもみすりしたらどれぐらいの量になるかなーって、これ2つなんですけど、うん、40キロぐらい取れるのかなーって感じです。で、多分ね、ここ去年じゃなくて、ちょっと改善した方がいいなというところがたくさんあったので、まあ、こっちの手前側、こっちの田んぼの手前側は細かったので、奥はね、結構実ついてたんですけど、そうそう、多分ね、もうちょっと来年になったら取れるんではと思ってます。ね、曲がり。そうっすね、ここはこんな感じで。ここから映るかな？あんまりうろうろすると目が回っちゃうんで、いい感じでしょ、これ。秋の木漏れ日？秋の日差しが、あ、小春日和な感じで、ひたすらピヨ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 と、ひよこが鳴いてますね。で、まあ今年は、まあ今年は小屋作りとかやってないんで、去年はね、小屋作りがもう大変だったんですけど、今年はひたすら餌あげと、餌、どういう餌にしようかっていう改良ができたので、結構鶏の体的に立派になったんじゃないかなと思ってます。マガリンダメよ。で、ひよこちゃんと、で、マーガリンやめて。で、ひよこちゃんは一匹になっちゃったし。このね、犬がね、悪いんだよね。あー、逃げてっちゃう。母ちゃんそっちにいるのに。マーガリンやめて。マーガリン。やめてよ。嫌われるよ。なんとかなりました。ちょっとあんまりゆらゆらすると酔っ払うんで、こんな感じでスローに。手ぶれ防止のカメラだとちゃんと映るんですよ。 iPhone で直接撮ってるからこんなもんにしか映らないけど、まあちょっと最後に、ひよこちゃんを写し。ひチーズ。ひよこちゃんかわいいっすね。
いつ見ても。はい、今日はこんな感じで終了します。今日はすごい大雪山が綺麗に見えております。で、私インスタもやっているので、もしよかったらインスタフォローしてもらえれば、写真とかたくさんアップしております。ほらほら、綺麗でしょう。ちょっと納屋の中が超汚いんですけど、家の周りもやっと綺麗になってきました。今がに。まあそんなんで、あ、そうそう。薪もね、だいぶね、切れて、残りあれぐらいの量になってます。どっさり、こっからどっさりあった薪が、かなり減って、あの薪、あそこに、あ、ぐちゃぐちゃだ。ね、ニワトリさん食べてますね。米。まあ、そうなんで、今日はこんな感じで、終了したいと思います。それじゃあね、バイバーイ。マーガリンバイバイ、バイバイして。バイバイバイ、バイバーイ。はい。